皆さん、はじめまして。ジャパンのディッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。泥棒の功用について古代ギリシャのスパルタでは、少年たちに泥棒行為が奨励されていました。ご承知の通り、スパルタは勝負の国ですから、これは兵士として 便を磨く訓練だと考えられていたわけです。実際戦争という国家的泥棒が肯定されるなら個人生活の泥棒も肯定されなければならぬわけでギリシャ人の考え方はとにかく水位が通っている。さて偉い学者の説によると古来各民族の道徳には2つの型があるそうでして罪の道徳と恥の道徳とに二大別される。 前者の代表がキリスト教道徳であって罪の意識、良心など人の目に見えぬ部分についての道徳であろうとする後者の代表がギリシャ道徳であり日本の道徳も全くギリシャ型であります恥対面などを問じ人から見られて恥ずかしくない行動をすればたれりとする泥棒行為に一つについてもギリシャ人の考え方はそれが便称にすこぶるスマートに行われ 相手に気遣われず、ヘマをして捕まったりせぬということが道徳的条件になっていたそれについて「スパルタ少年の狐」という有名な英雄的エピソードがありますあるスパルタ少年が核のごとき英雄的動機から猿農家の狐を盗んだところが人々が追いかけてきてとうとう捕まってしまったので少年は狐を 自分のの衣服の下に隠しましまた。みんなが訪問して「おめえ狐を盗んだろう。いや盗まない」「嘘をつけ確かに盗んだ」「いや盗まない」断固としてしているうちにキツネは少年の腹に食いついた少年は痛みをじっとこらえ歯を食いしばって「いや盗まない」と強情を張り通しますそのうちにとうとう狐は少年の腹を食い破ってしまった少年は油汗を流して 普通に耐えながらもなおもいや盗まないと主張し続けついにパタリと倒れて死んでしまったここまで来ると泥棒もあっぱれだというわけで少年はその国旗心によって英雄視されたわけである今の考えからするとちょっとおかしいようだが泥棒をする以上このくらい立派な泥棒にならなければならないフランスには音に聞こえたジュネという泥棒作家がおり 泥棒生活の苦学に基づいた詩のような美しい作品を描いて有名になった後、分身の友人の家へ呼ばれて、ちょいちょい金目のものを失敬する習慣をやめない、泥棒という追い詰められた状況をスプリングボードにして自らを成果したこの作家をサルトルは聖ジュネと褒め称えています。全く生半可な道徳家よりも徹底的な悪人の方が 救われるという思想は、我が国の診断承認の教えにもあります。いくら不道徳教育講座だと言って私は何も諸君に泥棒をお勧めしようというわけではない善人たることも難しいが泥棒たることも難しいスパルタ少年やジャン・ジュネや石川五右衛門のような泥棒になるには三島国日本の総理大臣なんかになるより ずっと捨て身の覚悟と恵まれた天才を有します。そんな覚悟や天才もなく、泥棒になるような奴は、せいぜい新聞の三面記事を賑やかすのがうちで、立派な泥棒になどなれるものではない。大作曲家や大泥棒というものには、誰でもなれるわけではないのであります。よく日本の商品は、外国のデザイン盗用で問題にされるが、これなども一流の泥棒精神が 地を払っているからです日本の政府も軍人も昔から泥棒が下手で世界一の大泥棒のイギリスがインドを盗んだような大仕事にはついぞ縁がありません今まで私の聞いた泥棒の中でこいつは頭がいいと思ったのは台湾の砂糖泥棒の話で製糖会社の砂糖倉庫から遠くないところで蜜蜂を飼い自前の砂糖を使わずに済ませる養蜂家のことでした。 蜂に泥棒させるのですからちょっと文句のつけようがない実際この頃泥棒道は地に落ちた人一倍頭のいる泥棒という仕事を頭を使わずに済ませようとするのだからすごいまた合理的な泥棒なら盗んだお金と犯した罪との釣り合いが取れるように工夫するわけだが全然そういうことを考えないのだからすごいそういう意味で最低中の最低は 自動車強盗であって人を殺しておいて300円ぐらい盗んで何になるこんなのは泥棒の風上にも置けません今道徳教育など偉い先生が言っているが私は善のルールを立て直す前に悪のルールを立て直した方がいいという考えです今の社会の危機は悪のルールが乱れているところから来ているのです 昔のヤクザはシュルさんには絡まなかったが、今のヤクザは見境なく人を殺傷する。昔の泥棒はハシたがネで人殺しなんかやらなかったが、今の自動車強盗をご覧なさい。私はスパルタの少年のごとき訓練をもっと復活すべきだと思う。国立泥棒学校、国立殺人学校、国立ヤクザ学校などを政府が設立して、悪のルールをよく仕込み、 頭のの悪いやつはどんどんん落台させるのである。であそうすればこの頃泥棒など100人のうち99人まで落第組であって落第すればだんだんグレてきて善良なる市民になるほかはないたちまち善良なる市民の数は今の数倍になるでありましょうさてこういう私もちっぽけな泥棒ならやったことがあるちっぽけといっても 喫茶店の灰皿を泥棒するような消しなのではなくれっきとした金無垢のパーカー万年筆を出家したものであるもう五六年も前のことだから白状するがある劇場の廊下で私は知人の映画俳優とばったりで会って話をしていたその時は非売が終わったところで見物人の波は劇場から引いて行きつつあったところが一人の娘さんが この映画女優を見つけて「あら何々子だわ」と言う。というなり参院長を突きつけてきたたちまち四、五人集まってきたがあいにく女優さんは万年筆を持っていなかった「ごめんなさいペンを持っていないのよ今」と彼女はそれを断り口実にしたがたちまちその一人が金木のパーカーを差し出して「これでお願いします」と渡した。 その時四、五人のファンはいつの間にか1 5六6人に増えていたと記憶する忙しい女優さんは同じペンで次から次へとサインをしサインをしてもらった娘さんは次々と帰ってゆき人の波が引いた後には女優さん一人ぽつねんと残されて手には先ほどのパーカーを持っているあらこれどなたのと言ってみますがもうどこにも人影がないふと私はいたずら心が起きて じゃあ僕がもらっとくよとすっとその万年椅子を取ってポケットに入れてしまったがそれっきり忘れてしまった1時間ほどの後その女優さんを始めてみんなでナイトクラブで遊んでいる間なんだかポケットに引っかかるものがあるので手を入れてみるとさっきの万年椅子です私はそこでそれをただかと掲げてみんなに依頼を話し怒らしげに所有権を宣言しその日1日 こんな泥棒行為のためにとても幸福であった。これを読んで返してくれと言ってくる人はあっても返してやらないよ。それではまた次回をお楽しみに。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。